ビョーク。ビョーク・グズムンズ・ドッティル。1965年11月21日帯は、アイスランドの歌手、シンガーソングライター、音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、編曲家、女優。アイスランドのレイキャビークで生まれた女性歌手で、ビョークとして知られている。ソロで精力的に活動する以前は、オルタナティブロックバンド。 ザ・シュガー・キューブスのメインボーカルとして活動していた。彼女は様々なジャンルの音楽に影響を受けた革新的な音楽を生み出すことで知られ、グラミー賞に12回、アカデミー賞に1回ノミネートされるなど多数の賞を獲得している。彼女のレコードレーベル1ル・インディアンによると、2003年現在、彼女は全世界で1 500万枚のアルバムを売り上げている。 ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な百人のシンガーにおいて、第60位にランクインしている。また、九首の選ぶ、歴史上最も偉大な百人のシンガーにおいて、第35位にランクインしている。ビョークとは、カバの木、クズムンズドッキルとは、クズムンズの娘を意味する。見た目は、東洋人によく似ているが、両親ともに、アイスランド出身であり、東洋の地は、 流れていない。しかし、アイスランドや北欧では、ごく稀に東洋人のような風貌に生まれることがある。ヒッピームーブメントに影響を受けた両親、ちなみに両親は彼女が1歳の時に離婚している。母の再婚相手はギタリストのもと、4歳の頃から作曲を始め、7歳から地元の音楽学校に通いフルートやピアノ、クラシックを学ぶ。 1977年に母ヒュッドゥルの勧めで12歳にしてアルバム BJRK グスムンドストハティアでデビュー。アイスランド動揺を歌ったこのレコードでアイスランド国内で爆発的な人気を得る。しかし彼女自身はカバーばかりで自分の曲が一曲しか入っていないこのアルバムに満足していない発言を後に残しており。 レコード会社からの2枚目のアルバムの話を断り、天才少女の肩書きと決別する。さらに、アーティストたるもの新しいものを創造することが使命であり、過去の作品を演奏することの多いアカデミックな音楽教育に疑問を呈する発言をしており、その後アイスランドに訪れたパンクの波に影響され13歳で、タッピティカラスなどのいくつかのバンドを結成。様々なパートを担当する。 1986年、ギタリストのソウルエルドンと結婚し、6月8日に、息子、シンドリを出産。この日にギターポップバンド、ザ・シュガー・キューブスを結成。夫と共に立ち上げた、レーベル、バッド・テイストからデビュー。英語で発表した曲はアイスランドのみならず、英語圏でも注目を集めて、人気インディーズバンドとなり、1990年には、ワールドツアーを行い、 来日も果たす。同じく1986年アイスランドにて、息子、シンドリの育児をしながら、グリム童話を題材にした映画、病苦のネズの木、グリム童話よりに主演を果たしている。ザシュガー・キューブス解散後、1993年にソロアルバムをリリース。ソロとしては3枚目であるが、改めてデビューと題した、このアルバムはハウスを取り入れた先鋭的かつポップな、 サウンド、天真爛漫でフォースフルなボーカルが大々的にフィーチャーされ世界的にヒットした。1996年に精神を患ったフロリダの熱烈なファンが彼女のロンドンの自宅に病区を殺害する目的で酸を噴射する郵便爆弾を送りつけた。この計画が実現する前にロンドン警視庁によって爆弾は回収された。ロペスは 日記と22時間のに及ぶビデオに、病苦への脅迫関連や、彼女と婚約者ゴールディのロマンチックな関係について、していることを語り、爆弾の製造を撮影し、自殺した。若い頃には、東洋的な顔立ちから、日本人に似ていると周囲に指摘され、三島幸男などの日本文学を読んでいた。幼少時に見た日本映画、鬼ババに形容しようのない印象を受け、 日本に強い興味を抱いていたという。空手をしていると公言したり、アーティストとして初めてリスペクトされていると感じたのが日本ともコメントしている。その影響か、日本人アーティストとコラボレートすることも多く、アコーディオニストのコバーは1995年のワールドツアーに参加。アートディレクター石岡栄子にはミュージックビデオの監督を依頼。ドカカは、 ヒューマンビートボックスでアルバム、メダラに参加した。カワクボレイや、ジュニア渡辺の服を好んで着ることでも有名。写真家、荒木信義のファンであり、彼が撮ったポートレートを、アルバム、テレグラム、1996年のジャケットに使用した、他、荒木のドキュメンタリー映画、荒木メンタリーに出演したり雑誌なども、盛んに共演している。2000年、ミュージカル映画、 ダンサー・イン・ザ・ダークに主演。ゴールデングローブ賞主演女優賞。最優秀、オリジナルソング賞にノミネート。カンナ国際映画祭のパルムドール、最優秀女優賞を受賞した。劇中での音楽を担当し、アルバム、セルマ・ソングス・ミュージック・フロム・ダンサー・イン・ザ・ダークをリリース。グラミー賞とアカデミー賞にノミネートされ、 アカデミー賞会場では、マラヤン・ペジョスキーがデザインした白鳥ドレスを着て、レッドカーペットに現れ、ステージで劇中歌、I've seen it all を披露し、大きな話題を呼んだ。日本では2001年の正月映画として公開され、ヒットした。2004年に行われた、アテネオリンピックの開会式で、オセアニアをパフォーマンス。同年、病区は日本についての映画、 高速のドローイング Q への出演とサウンドトラック創作に打ち込んでいた。同作を制作したアーティストのマシュバーニーとの間に娘、イザドラ・オモータが2013年に破局した。2008年1月13日、ニュージーランド滞在中にオークランド国際空港でカメラマンが病区の付き添い人の静止を無視して写真を数枚撮影して離脱しようとしたが、病区が追いかけて カメラマンの T シャツを引き裂いた。揉み合いを続ける中、病区は床に転倒した。病区は2012年11月22日、自身の Facebook ページにおいて、数年前に、医師から生体にポリープがあることを告げられ、その後4年間に及ぶ食事療法などを行ってきたが、最終的にレーザーによる本格的な治療を行ったため、しばらく休養する旨を発表した。 病区は発表したメッセージの文末で、食事療法などがうまくいくと信じていたし、仕事をキャンセルするようなことになるまでは、この話はしたくなかった。2013年に、また皆さんの前で歌えることを楽しみにしています。としている。以下は、原文。2015年には、ニューヨーク近代美術館、モマにて、病区の解雇展が開催された。解雇展に合わせて、書籍、 BJRK アーカイブスを出版。また、この時に展示された、ストンミルカーの360度パノラマ VR、バーチャルリアリティビデオは、iOS 向けアプリ、BJRK、ストンミルカー VR として発売された。様々な分野のミュージシャンとコラボレーションを行う、ことでも知られ、インタビューなどで、病区に影響を受けたと答えるミュージシャンも多い。 アーティスティックスイミングのビルジニー・デデューやフィギュアスケートの高橋大輔、2007から2008シーズンエキシビジョンの演技で彼女の曲が使われるなど多分野の人々にも影響を与えているスマトラと大地震の後病区は被害者支援の資金を調達するために新しくというプロジェクトを始めた1995年のトラック アーミー・オブ・ミーのカバーやリミックスのために、予中のファンとミュージシャンが募集され、600以上のレスポンスからビョークと彼女の共同ライターグレアム・マッセイがベスト20をアルバムのためにピックアップして制作した。このアルバムは2005年4月にイギリスで、続いて5月にアメリカで発売され、2006年1月までに25万ポンド近くを集め、 東南アジア地域を助けるユニセフの事業に送られた。ビョークは2006年2月に津波被害を受けた子供たちに関するユニセフの仕事を見にバンダーチェを訪れた。2005年7月2日、病クは Due as Infinity、Good Charlotte、McFly と共にチャリティーコンサートライブ8の一つで千葉のマクハリメッセで開催されたに参加した。マトモス、 日本の原楽八重奏と共に8曲歌った。2008年3月2日、中国、上海で行われたコンサートで事前に演奏を届け出ていない、リクレア・インディペンデンスを歌った際に、チベットを連呼した。これを受け、中国文化省は文化省のサイト上で、規定に違反して、個人的な芸術活動を政治利用し人民の感情を傷つけると不快感を表すコメントを、 掲載するとともに中国国外アーティストへの制限を強化する意向を発表している。一方の病区も自身のサイトで自分は政治家ではなくミュージシャンである旨のコメントを返している。2008年2月に日本武道館で開催されたコンサートでは同じ曲でコソボを連呼しており、この影響でセルビアでのフェスティバルの出演をキャンセルされている。病区は 母国の環境問題にも関心を持っており、クリスティン・ペトルス・ドッティルとハルラー・トーマス・ドッティルという女性二人が設立した持続可能性を重視した投資銀行を特んで2008年にアイスランドの経済の回復と環境保護を目的に同国の新興企業に投資する病区ファンドを立ち上げた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。